はい、えー、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせて、こんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。えー、本日ですね、え3月の、えー、ごめんなさい、えーと、2024年の年代大事ですからね、これね、2024年の3月21日、はい、が、えー、月日またいで3月22日というところでございます。<laughs> えっとね、人事異動の時期ですね。 3月、まあ、4月から、えー、変わるというところになってくるんですけれども、あとはまあ卒業シーズンというところで、こう、なんかまあ今すごく季節的に寒い中で、例年ちょっと暖かかっただなっていう印象なんですけど、ちょっと最近寒いじゃないですか。で、私この、あのー、季節が移り変わる時の好きな時があって、あのー、あれなんですよ、夏から、 秋に変わっていく感じ。夜、夜す、あの、夜涼しくなるんですよね。えー、で、この冬から春に変わる時、この暖かくなるじゃないですか。で、ただ日中暖かいんじゃないんですよ。夕方も暖かいんですよ。で、あのー、なんとも言えない、こう、鼻の匂いが、こう出てきて、まあ別に普通歩ってると、金木犀とか香ってくるんですけど、今も。なんですけど、あのー、こう、鼻の匂いというか、 水の匂いというか、まあ水の匂いはね、梅雨時にも感じるから。なんかこう、冬から春に変わる、あの夕暮れの感じ、夕暮れ、夕方夜に、夜も暖かくなってきてるよっていう呼び声というか、あの感じ分かりますかねもうそろそろね、もう待ちわびちゃってね、そろそろ限界が来てるんですけど、早く来てくれよっていう、もう最近、 ちょっと早く、もう本当に寒いからさ、もうそろそろ絶対来るの。もう来るの分かってるんですよ。日付的にも。なんだけどまだ来ないんだよな。でもあの、あの感じすごく気持ちよくないですか <laughs> あれ。この季節の移り変わりの時って。で、そういう時に、卒業シーズンって言うとこうお別れじゃないですか。で、 とととに出会いもあるじゃないですか。こう、ワクワク感もあったりとかして、この時期はね、非常にこう、センチメンタルな感じもありながらの、いい時期なんですよね。えー、でね、ただね、一番季節の中で好きなのは、夏から冬、冬から秋この、このね、9、10、11、12、これ、この黄金の4ヶ月か、黄金のカルテットだ、カルテット、カルテット。 これがね、たまんないんだけど、でもね、あのね、3月から4月のね、14日ぐらいまでのあれも、あれもたまんないんだよなもう、本当にさ、小田裕二さんじゃないですけど、地球に生まれてよかったっていうか、日本に生まれてよかったみたいなね、なってしまうんですよね。えー、で、あの、ま、あその私もともと公務員だったっていうのもあるんですけど、その公務員の人事異動ってね、突然言われるんですよ。 突然言われるっていうか、あの、4月に人事移動をされるっていうのは、もう大体分かってるんです。ただ、自分が該当するかっていうのは、あの、分かんないんですよ。で、半分ぐらいはね、移動対象者なんです。なんですけど、移動の1週間前ぐらいに全社に公表されるんです、ぱって。これなんでかって理由があってですね、公務員って、ジェネラリストを育てるっていう目的があるんですよ。 私、市役所だったんですけど。ただまあ、あのー、失敗小僧先生みたいにね、えー、建築関係でずっとやってるって人もいる、いるんですよ。あのー、ね、理系の人は割と多いかな、そういう感じが。えー、でもね、とはいえね、あの、全然文系でもいきなり建築にバッて行ったりとか、そういうのあるんですよ。本当に本当に。えー、だからなんか、全然関係ないところから福祉に来ちゃうとか、逆に福祉からいきなり、あのー、なんだろうな、あのー、 防災。防災は関係ないって言えないか、どうだろうね。生活保護やってたと思ったら農政行くみたいな。あ,あるんですよ、全然。ええ。なんか、あの、議会やってた人が生活保護来るとか、ここは、ああ、るの、これで。それって移動するんですよ、バカちゃがちゃ。で、そうすると、やっぱり部署によってね、全然ね、人気か不人気かってあるの、行きたくないなっていうのが。で、それが、あのー、前もって、かなり前もって分かってると、 あの、やめちゃうとか、あのー、なんだかなんかね、人によってはね、思い誤ってね、こう、そういう行為出ちゃう人がいるっていうのもあって、直前までは、内緒にしときましょうっていうのは、ある、んですって。うん、でそう襲ったんですけど、でもさ、結局移動は移動だからな。えー、だからね、こんなこと言ってなんですけど、生活保護の担当に来る人たちはね、大体メッシンで来ます。<laughs> きちったーっていう、きちったー。 だなって。あ俺ここかって大体言ってた。<laughs> ええ、ちなみに私も言った。ああここかって言った。<laughs> 辛かったんですよ。それはそれで、それで辛かった。も面白いんですけどね。いろんなことがあって面白いんですけど、でもね、それは面白いと思えるか、ああ、来ちゃったなっ。でもね、そこから別部署に行こうっていう風になった時は、何でもできると思う。<laughs> 何でもできる。な、あの、あそこ経験しても何でもできるなって思っちゃいます。思えちゃいます。覚えちゃいますええ 思いちゃいます。結構ね、あれね、下地になりますよ。はい。ただね、あのね、行かないで越したことはないと思いますよ、それ。うん、これ言うと誤解がある,あるかもしれないですけど、あのー、うん、どうだろうね。鍛えられるから行った方がいいんじゃないあ全員行こう行ったうん。ええ、<laughs> うん。まあ、そんなわけでね。まあ、会社、一般企業とかでも、その、不本意な人事異動とかあるんですけども、あのー、後から聞いてくるよ。 あの、きついところに行った後って、後から聞いてくる。ちゃんと自分の、その、ここは行きたくなかったとか、この部署苦しいとかってあるんですよ。ど、どこの会社でもあるじゃないですか。えー、営業きついとかありますよね。そういうところで、一生懸命自分なりに超頑張って、結果が仮に出なかったとしても、めちゃくちゃ頑張って耐え抜いて、その上で、 次に行った場合っていうのは、必ず自分の成長の糧にはなっております。だからそこで重要なのは、確かに、きついから、だから精神が壊れない程度まで頑張ろうってことです。壊れちゃったらまずいんで、そこはブレーキをちゃんとかけてもらえるように、他のね、身内の人とかには見ててもらえた方がいいんですけど、壊れない程度に限界まで頑張るんですよ。でそこで、乗り越えるんですよ、そこ。で、そうすると、あれが、ああいうことがあって、 ただなって言いながら、結局ね、力ついてたりするんでね。まあ人事異動っていうのは、まあこれもね、ご縁っていうのもありますし、えー、自分がやってきた結果っていうのとかあったりするので、うん、たださ、人事異動で嫌なのがさ、好きな人とさ、離れんのって嫌だよね。<laughs> えー、好きな人と離れることほどねたいあの、辛いことはないなって思います。本当に。えー、というわけで私のね、 人事権を持っている部長の方々、常務の常務とか役員の方々、どうか、私の好きな、えー、人たちとは一緒にいさせてくださいなと思う部分もあるわけでございますね。はい。っていうふうに、まあ、サラリーマンの方たちはみんな思ってんじゃないですかね。はい。えー、というわけなんですが、今回全然違う話なんですけど、まあ、ここら辺はね、やっぱり、大人な、精神的な感情を持っていこうというところで、無理やりだよ。今回の話に、 無理やりくっつけけるんですけど、はい、今回の話はですね、はい、サニージャディーでございます。はい。えー、何かというと、あの、公平氏が一人で動画を出してるんですけど、えー、あの、アンチが、まあ、逮捕されましたと。サムネでね。えー、っていう動画なんですよ。で あの、じゃあ3月21日何の日だったのかって、いやいや、あえて言わないんですけど、まあまあ言ってやっか。あの書籍がね、販売されたっていうことで、で3月21日、なんで3月21日で発売したのっていうふうにさ、言う人いるかもしれないけどさ、あれってさ、ああの人たち言、言ってんのかなせっかくなんだから言えばいいのにね。3、2、1でしょサニーじゃん。だから、ね、3月21日でサニーの日でっていう、発売ですって言えば、 いいのに、言わなかったね。結局ね。今からでも遅くないから言えばいいんじゃないですか。サニーのジャニーが3月21日、なんとサニーの日で発売ですとかって、別に言ってない方にね。そういうところがあれかな。いまいちセンスが出るから、俺が代わりに言ってやったよ、今ね。あただこれがレビューが面白くて <laughs>。Amazon レビューでさ、平均1.4とか言ってさ、111111 11 11って2があったんですよ。でも2があったんですけど、本当は1をつけたいですって書いて。 だから実質1なんですよね、星が。ええー。で、そしたらそれに対して、まあ、あの、最新動画。これもね、まあ、ちょっとひどいんだけど、あのー、二人がね、もつ鍋をしてるんですよ。もつ鍋っていうか、まあ、外でもつ鍋を食べてる動画なんですわな。えー、で、それで、えー、書籍発売しました、もつ鍋食べながらみたいな、やってるんですけど、これはもうほとんど見てないです、私は。えー。で、そこに対してのコメント。 があるんですわ。で、それが、あの、アマゾンレビュー、あれ、表示させないことできないんですかねとかっていうのを、えー、視聴者が、まあ、要は、サニファミですね。それが書いてたんですよ。で、それに対して、公平氏が、あの、まあ、星が1だと。で、それが、あの、この後時間が経ってば正しい形になってくると思いますって言ってんだけど、で、あの、本買ってまでわざわざ,わざって感じですよねって言うんだよね。 いや、そうも言い切れないんじゃないんですかあの、わざわざさ、その、サニージャーニーのことをね、落とそうと思って、本買って、まあそういう人もいるかもしんない。でも全ての人がそうとは限らないんじゃないですかね。もしかしたらっていうものがあって、で買ったんかもしんないじゃないですか。うん。で、それで本当に実際に読んでみたら参考にならなかったって全然あると思いますよ。 私まだ立ち読みしてないんで、わかんないんですけどって、本に売ったて、売ってないんだもん。<laughs> 売ってないんだよ。<laughs> だから、どこで、どこで売ってんだろうと思って。うん、だから、ま、そっか、ちょっとね、あのー、本屋行ってみないとわかんないんだけど、本屋行っても売ってなかったんだよなまあ、だから、売ってる本屋と売ってない本屋があるからね。ええー。で、それをさ、その、正しい形になると思いますけど、正しい形ってなんだよ。 え、自分たちの、その、本、書いた本のレビューって、星5、オール5になると思ってんのアホじゃないですか。そんな本ないよ。うん。なんでかって言ったら、話の内容に応じて、結局、あいまいちだったな。3とかどちらでもないと。あ、ちなみに日本は、日本人の統計の結果って一番多くつけると3だからね。ええ。なんか別に面白くもなかったし、かといってつまんなくもなかったのは、まあ3かとかって。だからさ、 あれじゃん、あのー、食べログとかでもさ、3.0を超えたところは美味しいと言われるってあるわけじゃないですか。えー、で、だから2.2とかなっちゃったら別だけどね。えー、だから、あの、正しい形が5だと思ってるっていうのは、まあ、これはかなり傲慢さもあるのと、大丈夫って思う。そんなわけないよ。物事の評価、自分に対して、 あの、100点満点のをつけてくれるだけじゃないぜ。むしろそういうのって少数派だぜ。本当に。自分のことを気に入ってくれるって。だから、公平氏は自覚した方がいいのは、あの、水木氏と結婚できたのは本当に奇跡的だと思った方がいいですよ。あ、これは別に世の中の人みんなそう思った方がいいっていうのはあって、だって自分のことをさ、好きになってくれるとかさ、自分が好きな人が好きになってくれるって本当に、稀じゃないですか。出会って、 なかなかないんですよ。<laughs> そういうことっていうのは、一点集中するとかっていうのがあったりするわけでね。ええー。それを、自分、自分が世の中の主人公で、自分は、ね、多少、顔としてはそこまでかもしれないとか、能力的には微妙かもしれないとか思いながらも、とはいえ、自分は自分で主人公だって思いたいじゃないですか。 えー、だからそんな中で自分に対しては好意を持ってくれる人が必ずいるという思いとかがあって、それを、あのー、捨てられない気持ちってあると思います。それは仕方ないことです。えー、だからといって、世の中の人たちほとんどが自分のことを好きになるってことはないですよ。うん。あの、映画チャンネルってあるじゃないですか。映画社さん。映画社2時50分さん。あの人だって自分で言ってますよね。99人が、ね、あの、笑って、あのー、な、なんだっけ。 たとえ99人がバカにしてきても1人が笑ってくれ、それでいいじゃねえかとかか確か。えー、で、あの人だって抱かれたくない男ナンバーワンとかずっとやり続けてきて、ようやく50歳、50を超えて、あ、55歳を超えてたよね。あの YouTube でさ、活躍してるんですよ。まあ、その前にネット社会、あの、ネット上の方ではかなり活躍してるんですけど、地上派ではボロボロでしたよ。えー、だから、わかんないんですよ。本当に。 ええ、で、今だって別に、その映画チャンネルって400万人以上のね、えー、登録者がいるとはいえ、じゃあ全員がさ、あのー、好きかっつって登録者かっ,って、そうじゃないじゃん。ヒカキンが1000万人を超えてるってさってさ、でも日本人口って1億超えてるんですよね。しかも YouTube って世界なんで、1000万どころじゃない人たちって山ほどいるじゃん、世界的には。だからそういう世界なんですよ。で、そんな中でさ、たかだかさ、 ね、20万人ぐらいの登録者がいるからといってさ、それで自分たちが愛されるとは、これは限らないんだよね、えー。で、そういったところの、含まれてのところなんですけど、あのー、今回ね、そのアンチがけ逮捕されましたというところなんですけど、あのー、アンチっていう感じか、まずそれは総計じゃないかなと思います。で、誹謗中傷したというより、今回は殺害予告があったんですよね、掲示板で。 それは刑事事件として、まずいよ。これは捕まえますよ。それは当たり前だよ。危険じゃん。うん。で、ただ、それに関しても、その情報をね、開示請求をして時間がかかったっていうことで、その、2023年の8月の時に、えあ、ー、ったことが、まああったわけ。2023年8月に殺害予告があったと。えー、で、そこから、 あの、今年の2024年の2月に逮捕できたというところなん時間がかかるんですね。えー、ただ、その間、被害ないんですよね。うん、で、在宅処置なんで、あのー、まあ、書類送検。で、あのー、犯人とか、その、えー、公平氏が言ってるんですけど、まだわかんないですよ。まあ、確かに刑、刑事事件で立、あ、ごめんなさい、えー、っとね、わ分かってんだ。犯人分わかってんだよ。ごめんえ。え、その、被疑者ってことがわかってんだ。 え、分かってるんだ。で、ただこれ、前科がつきますとかっていうのを、あの、公平氏が言ってる、これは分からないです。これはまだ分からないです。裁判をやって、有罪判決が出て、その後、控訴だとかさ、そういうのがあって、で、確定したら、初めて前科がつくんですよ。え。だからね、あの、これ、分かんないですね。まだ起訴されてもいないので、で、民事裁判を起こす起こすと、 いうことなんですよね。で、もう一つ、その、サニー・ジャーニーが、なんかね、関わったことがあるっていうふうに言ってるんですけど、サニー・ジャーニー自身が殺害予告を受けたんではなくて、ここ勘違いしちゃいけないんですよ。捜査協力を求められた案件があったんですよね。だからこれ多分そのサニー・ジャーニーを擁護した人たちが多分いたんだと思う。うん。誰とは言いませんみたいなね、あったけど、誰なんだろうね。 星川医師とか、これこれさんとかなんかななんかわかんないけど、まあ誰かなんだろうね。そのもう、いや、全然わかんないですよ。そう、いろんな人たちがいるわけですから。<laughs> うん、もしかしたら、掲示板の中のやりとりかもしんないしさ。で、その殺害予告がそれもやっぱあって、で、こう、あの、まあ作業がどうかとかっていうところの、その診断書を提出したと。いう話なんですよね。 だから、これに関しては、サニージャーニーに対してのものではなかったということです。で、もう一つは、あの、民事の示談をしたということなんですよね。で、え示、ー、談金として50万円を提示してきたけど、自分たちはそれは受け取らなかったというところなんですよ。じゃあ、内容はどういうものだったのっていうことなんですけど、これね、あの、書いてあります。あの、えー、合意書が、その YouTube で出てて、令和5年12月8日なんですよね。 で、米子チャンネル、目録、記載チャンネルで、これが、まあ、本作チャンネルというところで、管理人公平、まあ、以下、こうですね、こ,こと、公平と、ん管理人公平と、〇〇こと〇〇。 というとっていうことなので、公平氏の本名はこう出てこないです、ここでは。で、オツが古事記行為等の公の権利を侵害する投稿をしたことについて以下のとおり合意したっていうことで、でまあ、オツは公に対して、えー、本日時点までに、オツが好き嫌いドットコム、5チャンネルトヤフーコメント、ガールズビブプ等において行った一切の公及び本件チャンネルに対する、えー、投稿について権利侵害の投稿を含めて今後不問とすると。 うん、で、言って、まあ、これをやるなという内容なんですね。で、全校に違反した場合は、違反ごとに、オツはこうに対して、まあ、オツはこうというのは、公平氏が、えー、この人に対して、違約金10万円を支払うと。で、ただし、損害が10万円を超える場合は、この限りでないということなんですよね。えー、で、えー、まあ、この合意をしたということで、この人が投稿したりとかして、この <laughs> 合意書に違反すると、公平氏に <laughs> 10万円払うということなんですね。えー っていうことです。うん。うん。そうか。っていうことなんですね。だから、その、この、個人と、行為と、行為っていうのを書いたら、が、えー、これは良くないことなんだろうなっていう、これが誹謗中傷に該当するんだろうなと思ったのが、この本人なんですよ。うん、かといって、これが裁判所に認定されたわけじゃないので、わかんないんですよね。 で、これがポイントになってきて、で、公平氏が今度は民事裁判でさ、まあ、今回その脅迫、その殺害予告とかこういったことに関しては、これはおそらく賠償金が取れと思うんですよ。ま、あこれはもう、あのー、恐怖を感じたとかさ、そういうことでさ、じゃあその金額がどの程度かっていうのは、これはわかんないんですよね。これはわかんないです。うん。まあ、その弁護士さんの話だと、それ相応の金額になるって言うけど、その相応の金額ってのもなんだかよくわかんないじゃないですか。うん。 で、それをもとに、この損害賠償のお金が入ったら、次に訴訟を起こすって言って、で、それを繰り返していって、あのー、まあ、世の中にね、自分を違法な誹謗中傷する人がいなくなるまでやり続けますって言ってるんですよ。え、え、えってことは、まあそ、裁判例がどん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 出てくるんですね。で、これ先に言っとくと、小平氏に、 えー、アドバイスとして言います、これは。あの、やめときな <laughs> そういうのは <laughs>。えー、これなんでかって理由言いますね。まず、裁判とかそういうのとかをこう、誹謗中傷だってこれやってたとすると、前例ができてくんですよね。そうすると、こう言ったらダメ、こう言ったら言わ、言ってるのは大丈夫みたいな。ここまでは大丈夫、こう言ったらダメっていう、この境界線ができちゃうんですよ。うん。そうすると、その、大丈夫なところは、OK なの。 だから言っていいんだよ。逆に言えば。いやいや、それは、まあ、要はね、裁判所からしても、それは公平さん、それは考えすぎだよ。うん。それは誹謗中傷言えないよ、とか。い、う、や、ん、いやいや、そ、そんぐらい言われたってさ、っていうのが、教科書で分かっちゃうわけ。そうすると、もうずっと言われっぱなしですよ。だって、オう OK なんだから。そ法的で OK なんだもん。そこのラインを守ってればいいんだから、意見としては。ええ。でもその前例を作っちゃうわけ。 で、もう一つは、誹謗中傷がどうかこうっていうふうにやってるんですけど、その自分に対しての違法な誹謗中傷って言ってるんですけど、今回水木氏出てこなかったじゃないですか。で、あのー、これ、公平氏は一体何をやってんのっていうとこなんですよ。もともと、サニージャーニーっていうのは、眼頭病をやっていて、裁判系 YouTuber とかではないんですよね。でさ、 平穏な生活を送っていこうっていうふうなことを考えたときに、裁判ってなってったら、当然さ、粘る人も出てくるわけじゃん。ま、う、あ、ん、まあ、と、まあ、か、粘るよね、普通に。そうなの、いやいやいや,いやってまあ、時短も当然するけどさ、いや、ちょっとそれおかしいんじゃないみたいな。で、そういうときにさ、その自分の奥さんを、こう、引っ張ってくんのってことで、裁判所に。で、多分なんだけど、予想なんだけど、 この誹謗中傷うんぬんって言ってる内容ってのは多分ね、ほとんどが公平氏のものなんですよね。だから公平氏が出、出廷すれば、まあ水木氏への誹謗中傷は多分ほとんどないわけじゃないですか。あ、まあないよね。意見があったとしてもさ、この前のさ、その、ね北海道放送のさ、内容だってさ、あの、公平さん働けばって言ったっていう書いてあったじゃないですか。ね。で、あれが誹謗中傷だうんぬんって言うんだったら、 えって思うけども、公平さんって言われてるわけ。だから、三木氏じゃないんだよね。えー、で、ただ、じゃあサニージャーニとしてどうかって言った時に、えー、私は傷ついたんです、自分の夫が、そういうふうに言われたからっていうふうなことを、言わせなきゃいけないわけじゃん。で、そんなことばっかりやり続けるのかってこと、これから。で、掲示板なんて、無数にあんだよ。こんなのは。 えで、そしたら、じゃあ日本の掲示板で海外、その、開示請求されちゃうって言ったらさ、海外サイバー使おうって言ってさ、海外の掲示板とかバーってやるとかさ、ね、ここではダメだからこっちの掲示板使うとボコ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 出ちゃうわけじゃないですか。だってさっきの合意書もそうじゃないですか。等って書いてあるでしょ。どこの掲示板になるかわかんないんでこれから。で、アンチっていうのは、あの、どうやってたって出てきます。じゃあこういうのを消すっていうのはこれもう無理なんだよ。 で、じゃあ見なきゃいいじゃねえか、そういうことを書き込むやつって言うんだったら同じことが言われちゃうわけ。じゃあ見なきゃいいじゃん、ケージだってで。動画配信っていうのは視聴者はともすれば、もしかしたら自分たちが、あのー、何かね、アンチとしていたけども、もしかしたら今回はね、何かこうわ気持ち、自分の気持ちが変わるものをね、あのー、出してくれんのかなと思って見る人もいるわけ。でも、また別れさせられたら、 がっかりだよ。あれって、掲示板に書くことあるわけじゃないですか。でも、掲示板の方に行ったら、自分の内容が、ね、あのー、すごく元気をつけてくれると思って見に行ってるやつ、アホだよ。そんなわけないから、好き嫌い .com コム見たいでしょ嫌いがいるんだよ。嫌いな人、好きと嫌いがいて、好き率100%じゃない限りは、嫌いの方で書くでしょって。そしたら、 そういうことが書いてあるとか、前提の掲示板じゃあ、あれ、好き嫌いなんだから、好き嫌いで嫌いじゃあなんでって聞いて、えあ、こういう理由なんだ。はい、お前、ひぼ中傷はい、裁判って。これはやりすぎでしょってことよ。こうなってきたら。ええ。で、そうしたら、あの、ファンの人も、ちょっと、やりすぎじゃないんですかねっていうふうな意見を言おうとしたら、はい、それもひぼ中傷みたいなね。やってたら離れてっちゃうよ。 で、あのー、意見が言えなくなってったら、動画の再生数と減ってきます。うん。だって怖いもん、いつ切るかわかんない人みたいな。で、怖くないで、その意見だってさ、その、投稿も書きづらくなるよね。え、ええ <laughs> わかりますコメント書きづらくなるよ。どこが激励に触れるかわかんないんだぜ。わあ、美味しそう、楽しそうしか書けなくなるんだぜ。じゃあ、なんかもっと具体的に俺は思ったみたいなさ、ここは、 えなんか、水木さん寒そうだけど、浩平さん早く手袋貸してあげてね、みたいなさあ誹謗中傷、みたいなさ、言われたら、嫌じゃんで、実際そういうのが消されたりするわけよおおそしたら、コメント数ってのは当然減っていくわけ。で、YouTube のシステム上、コメント数が少ないものっていうのは、活発ではないというふうにされて、再生数との、そのおすすめは出にくくなります。はい。ということで、新規取れなくなってくるんですよね。 ええー。何でも誹謗中傷、誹謗中傷やってたってしょうがないんですよ。ええー。で、もう一つはさ、あの、大人気なさすぎませんかっていうのが、ちょっと思うんですよね。あ、改めてですけど、誹謗中傷はダメですよ。私は誹謗中傷を擁護してるわけじゃないです。で、今回の殺害予告は絶対ダメです、あれは。あれはさ殺害予告とか、その共犯は絶対ダメ。だって、恐怖を与えるから。それはダメだよ。捕まんの。これは当たり前じゃん。で、これは分かってんだよ、みんな。殺害予告なんかしないじゃん。基本的には。 しないっすよ。でも一部のとんでもないちょっと過激な人が言ったんだよね。だから,だからダメだよってことです。で、同時に、その集団行動とか集団の生活っていうのは意見が割れるのは前提なんですよね。で、そういった意見の違いとかお互いのこの価値観の違いとかそういった世界観の違い、多様性っていうのを学ぶためにもその集団に入ってくるんですよね。 あの、自分の意見にね、賛同してくれる人だけでね、集まるんだったら、親子だけだよ。いとこ同士だって喧嘩するじゃん。てか、兄弟喧嘩するでしょ。てか、親子喧嘩もするよねえ。基本的にね、自分のクローンだって多分する。うん。自分の分身でもしちゃうんじゃないですかね。え、その時々だけで。時々だけその時々で。え、人って、だ、だから、自我があるんだよね。 あのボツ個性じゃないんですよみんな個性があるんだから、それは意見の食い違いっいうのは絶対起きるんですよね。でまして YouTube ていう世界的なプラットフォームでやってる以上は海外から見たときにいやいやいや、これ、ね、ミスター洸イヘイみたいなんです、ね、まあそういうことってあるじゃないですか、それを誹謗中傷だっていうふうにやり続けたら、これ、きりがないですよね。えー、であのー 小さその、何ていうかさ、保育士資格持ってるわけじゃないですか。で、確かにいじめだとか、そういった悪口言うのは良くないよねっていうのと同時に、あなたもこれぐらい言われたからといって、いち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 無期になってないで、流すぐらいの度量とか身につけなさいとかって教えない。うん。いちいち先生に言わないでって。え、まあもちろん、あの、いじめとかがあった場合って、それは、あの、黙にはダメだよ。 ええ、でもかといって何でもかんでも過度に反応して、ね、泣いて騒いで暴れてて言いつけてやるぞつって大人の力とか第三者の力借りて相手を懲らしめるってやってたらさいつになってもその人自身の力つかないじゃないですかあの世の中にこれ,あのこれ自衛の手段かもしれないですけどそうやっていろんなことを、ね、暴れてていちいちいち裁判でやったら 本当におっかわのが出ててくるる可能性ってあるぜこれは、うん、あだからなんだよみたいなね、えー、知ったこっちゃねえよみたいなさそういう人って中にはいるよだからあんま暴れない方がいいよと思う,思うんですよね私はね、えー、だからその人はその人の意見として尊重して自分が何であのこういう風に言われてしまったのかなそこは反省しますありがとうございますってこれギフトだと思ってさそしたら それを全部こうやってのれんに腕をして風のように受け流していればあの自然といなくなっていくから、うん、で私の,そのコメントがそうなってきたなっていうのがあってちょこちょこたまに出てくるんですけど別にブロックするわけじゃないです、でさーってで明らかな悪意持ってるやつってわかるじゃないですかでそれは警告を与えて削除してブロックするわけですよね。えそ,してそうしていくと 自然といなくなってきましただから最近なんかあんまり言われないなって本当思うんですよねだから改めて言うんですけど私の本当に主張していただいてる方のご意見していただいてる方とかって本当にねやっぱりね客,客筋っていうとどこかも思いますけど客筋が良くてやっぱり頭いい人たちが多くモラル的にも高いなって思います、うん、叱ってくれますしねダメなものはダメだって叱ってくれますしこれは良くなかったよって言ってくれて私もそれ見て反省はします えー、だからそういう人たちがさ集まってでそ,その人たち同士でさ意見が話し合ってると,ああると楽しいですもん、私見ててあーいいなーと思って、うん、だからそういうチャンネルが平和なんじゃないですかね、えー、だから確かに誹謗中傷はダメですし、あのー、殺害予告なんかれ持ってのほかなんですけど訴訟をやり続けるうんぬんって言ってやっつけちゃえやっつけちゃえやっつけちゃえって言っててももう。あの ななくくってくるよそれよりさそういったねエゴサしてないでさ自分たちのファンがいるわけじゃないですかそしたらそれの人たちに対していかにねあの面白いって思ってもらえる動画を作るとかあとは自分たちをこう意見を言ってきたりしてる人たちに対してこうだからこうですって説明するとかさあるじゃない。講演会やるんだろ うん、そしたらこういう風な意見来てるけどどうなんですかってこれ,これこういう説明ですっった時にあそうだったんですねじゃあ自分の勘違いでしたじゃあ広めておきますね横に広めますねっていう,ふうにやっていくもんじゃないそれをあの疑わしきは罰するだとかさ、ね、なんか、まあ、それがん治療のところで疑わしきは罰するですかねとか言って水木氏が言ってましたけどに言ってましたけど、まあ、あれは、ね、治療の話だからあの法律は関係ないんだけどもえでもなんか法律にもそういう感覚なんじゃないですかね。 ええ、それをさ、わは,ははははって言って、なんか、も、すごくね、もったいないと思う。あの、敵としてる人が味方になることほど強いものはないんですよ。ええで、その人がさ、いやいや、俺の勘違いだったってさ、思ってくれたら一番いいじゃないですか。で、ダメだったら、で、それで自分のその、ね、チャンネルのとこにコメントしに来てさ、辛辣のコメントしてきたらさすがにそれはブロックで、それでいいと思いますよね。 うーん、ねやっぱり、やっぱ一番はね、水木氏のね、体調だと思うんですよ。で、今回、その動画で水木氏が出てこないっていうことが、その、そういうことの現れだと思いますし、公平氏自身だってさ、あの、自分でこういう動画を出したくないけどねって言ってたわけじゃないですか。出さなきゃいいじゃん。<laughs> てか、やんなきゃいいじゃん、そういうこと。見なきゃいいじゃないですか。そういう風に掲示板とかだって、エゴサしなきゃいいじゃん、別に。でしょ うん、いちいちさあの何じゃあ逆に言えばその水木水木こういう風うにこめ掲示板でこういう風に書いてあるどうぞってこうやって怖いし見せてんのもしそうになったらやめなうんやめたほうがいいいいこと書いてないから <laughs>、えー、私のことを書いてる掲示板だっていいこと書いてないんだから逆に聞きたい この人の掲示板とこの人に関連する掲示板はいいことだけしか書いてないってもの。うん。ちなみに、大谷翔平さんいるじゃん。愛されてるよねあの人。え、でも、野球って世界的に見たらまだマイナーなスポーツなんですよ。え、で、ただとはいえまあ、まあまあまあ、日本でもね、韓国でも、アメリカでも、まあ好かれてるじゃないですか。でも、あの人への噂が100%好意的だとは書いてないかんで、ね。 あの人ですらアンチいるんだからな。私の友達がアンチなんですよ。理由、結婚した時に、一般人女性って言ったからさ。いやいや違うだろ。一般人なわけねえだろって。大谷翔平さんと結婚できるってことは、その知り合い方とかが一般じゃねえじゃねえかって。そもそも顔見たら美人じゃねえかと。ふざけんなそもそもそれで一般じゃねえんだよって言って怒ってんだ、ね、よ。だから大谷翔平は嫌いだって言ったんだよ。 自由世界なんだって。ええ、そういうもんだの。だから。ええというわけでね。でも、とはいえ、自分のこと好きな人がいるから結婚してるでしょだからそういう風に味方もいるわけ。でその味方を大事にしようってことです。ええ、もうね、どこ行ったってね、あ,あの、自分とはね、その、相反する生き来るんだから、もうこれ、キリがないって。で、それを誹謗中傷と言ったってしょうがないから。 っていうところの話でね。えー、まあ今回はね、まあサムネも釣りですね。はい。え、逮捕逮捕されてないしね。あれ、あの、在宅基礎だから、あ、在宅基礎じゃねえよ。あの、えー、在宅装置だからね。あのー、書類送検しただけなんでね。で、前科まだついてないです。前歴としてはついてるんですけど。え、なので、あれは、間違いです。逮捕されてません。はい。で、あと、えー、アンチがって言うけど、あれは、もしかしたらアンチじゃないかもよ。 本当は大好きな人がいて、サニファミかもしんないよ。裏切られたっていう腹いせで書いちゃったかもしんないよ。わかんないよ。アンチでも何でもない、たまたまの通り去りかもしんないしね。え、わかんないよ。本当に。でしょうん。だからで、しかもあれ誹謗中傷じゃなくて、殺害予告。殺害予告が誹謗中傷っていうレベルじゃない。それはダメ。というわけでね、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバイ。 まあ本屋に売ってるんかもしんねえけど見つかんねえからちょっと探してみっかな。立ち読みのためにね。